デンマーク、フィンランド、スウィーデン、ノルウェー、これライナーって感覚は昔キャラ鉄道ない時にはこのライナーが文明の中心だった。ライナーの来たこのゼーランドというオランダの海の脇のフリースランド、フリースランド、このフリースランドに勝ってくるお坊さん、名前をサイモン・メノーって言うんです。サイモン・メノー、そのサイモン・メノーが近代における戦争反対の運動の始まりです。サイモン・メノー、そのライナーの上流はスイスランドのツーヒです。小学校教科書に始まったツーヒ、そのツーヒの貴族でコンラード・グラベルです。コンラード・グラベル、この人はやはりルーテルを書いた翻訳した聖書を読んで、これは聖書を読むだけはいかん、自己書、イエス・キリストが言うように何を身の方を歌ば左の方を向けて打たせた、打たせた、下に取らんとその上着も与える、無抵抗心は自己書、戦争なんかイエス・キリストの命令と違うというふうに言い出したので、大勢聖書を研究する同士が現れて、この一人のうちにジェイコブ・フッテル、ジェイコブ・フッテル、この人のトルストイに考えて、このフッテルは殺されました。この人も獄死し、この人も殺されちゃったんですが、フッテルはロッサへ信者が皆逃げていった。長い話ですからしますが、そのフッテルの連中は教会に牧師が必ず二人おるんです。説教牧師と実行牧師。経済牧師というのは、信者の財産を全部管理して、信者になった者は、貧乏人誰もないように、財産を分けてあるんです。つまり、今時で言えば、社会主義をそのまま実践した。三条水君実践しようとした。それはなんと400年続いて帰れ、400年続いて今でも。例えばインディアナ、あそこにゴーセンっていう大学からメノライトの作った、その南の方へ行ってみると、ユナイテッド・ブラザレンという団体がある。これはフッテルの感覚で、あるいはそういった団体にやはりメノライトと言っておりますけれども、実はフッテリアンというんですが、フッテリアンは未だに財産をみんな牧師のファンのもとに助け合いして共有生活しております。その下に言っている人に感覚だな、トロストイです。トロストイはキリストが偉い、400年間実行しておけ、共産党が鉄砲やピストルで脅迫的に社会主義に実行しようと違う、祈りと愛でもって実行した。その感覚を得たのがクエイカーです。100年のうちですが、フォックスもやはり大陸行ってこのメノライトの連中と交際しています。もちろん彼はクエイカーの連中は目の前とか直接刺激を受けたんじゃないかもしれんけども、とにかく交際はしとった。それでクエイカーのところへみんな目の前とか逃げてきた。それで今でもペンシルベニアからずっと登っていく川があります。ここまペンシルベニアを書きますと、こういう川がある。これをサスコハナといいます。サスコハナ、この両側にずっとこのメノライトの連中、フッテリアの連中が植民しております。
わしはずっと回ってました、皆村々を感心しちゃったんですよ。町に出ないんです。ところに行ったらば悪魔にかかるから自動車に乗らないんです。いまだに馬車に乗る。それから非常に色の濃い、まあ着物は着ない。昔なら400年前と同じ着物着てる。だからこういう貝ボタン、この骨のボタンはつけない。骨のボタンは、これは動物殺した証拠だ。みんな鉄で作ったフックでやった。頭でも肺からのことをしない。もちろん耳輪とかいろんなこの金や銀の飾りはつけないから、絶対に神様が作った体の方がずっと美しい。ああ、じゃあもう行って感心しちゃった。なるほど、トルストイ感心するはずだと思う。なわしはそういう団体が来てるのが、いわゆるペンシルベニアダッチ、さあお聞きでしょう、ペンシルベニアダッチ、ペンシルバベニアダッチというのはこのことを言うんです。このメロナイトのことをドイツからオランダから行ってきたもんだからして、ペンシルベニアダッチ、その子孫の一人がアイゼンハワーです。アイゼンハワーはその戦争反対のメルライトのお母さんに反対して洗礼を受けずに軍人になったの。でこれ長老教会に入った、戦争したも構わん方へ。けど私は回ってみてバージニアに参ります。オハイオ州にも少しある。インディアナに大きな合戦大学を作ってる。カナサスにも団体がある。まず頼まれてみんな回ってみました。純な団体で聖書をそのまま実行しようとしてる。わしはこれぐらいの元気がいると思うんですよ、日本の信者もね。でわしはイエス・キリストの宗教は偉いなと思うんです。400年間その団体は貧乏にしてもいないんですからね。我々の間にクリスチャンで教会のうちに貧乏になるならば我々が悪い。聖書実行したんでしょう。ところが困ったことには1618年から48年まで30年間カトリック教会の迫害があったんで、スウェーデンのプレスタントのガスタフス・アデルパスという王様とクリスチャン12世が戦争した。ドイツの人口は3分の1に減っちゃった。するとゴーンディソンがそのスウェーデンから攻めてきたんです。オーストリアまで人口が3分の1に減った。そうすると4つのものが一緒に来るんです。戦争と飢饉、疫病と飢え死と死、4つの一緒に、これ目標に書いてあります。これをフォアホースメンと言います。必ず一緒に来る、必ず。だからいいもんです、この4つは。戦争と飢饉と疫病と死。疫病っていうのは戦争と疫っていうんです。疫ってこう、これ戦争と、でこれにこれをこうしたらば病気になる、疫病。死な感じっていうのは面白いもんです、実際。それで疫病、戦争のうちの疫病が流行っちゃってもう困っちゃった。それに人道主義というエラスマスの運動、国際候補の運動のグロートが現れて、もうそんなにエスキスの聖書を持ってたり戦争なんかをしましょうっていう運動が始まった。それは万国候補の始まりです。で今考えてみるとエラスムス・グロートは偉いと思うんです。私は我々が世界連邦を考えてもう
日本が再軍備するのは間違ってる。再軍備するのに日本のお金1兆のお金、今年は予算でも9500億円ぐらいですが、軍備するったらば億の万倍使ってもダメです。とてもアメリカまでできない。そうするとうちなんか共産党ははびこっちゃって税金高くなるからしてまた折れます。それか国際連盟を作っちゃって世界連邦に進化させて警察だけで止めとく運動した方がずっと早い。世界が平和になる。結局それは愛の運動なの。愛の運動だからして再軍備いうのはもうもっぺんローマの時代に帰るんだって、そんな古い考えしないで前へ前へクリスト愛の運動に進めていったり、世界一つにする、それを世界を一つにする思想運動の方がずっと下手くそな飛行機もない原子爆弾もないような軍備するのはマシですよ、思想戦争の方が。私はむしろ再軍備なんかしないで日本人が飯食えるようにして警察作っといて、警察だけでいいと思う。世界警察すればいい。ところが産業革命、インダストリアルレボリューションってのはこと、それは職務をしている1765年にジェームス・ワットがスコットランドのクライド川という川ですね、スコットランドにこれクライドという川があるんです。ここにその川の入り口で前からワットですか。この人はコンパウンドスチームエンジンを発明した。翌年、66年にはカートライトが防湿の機械を発明したんです。それでだん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 英国の大都会に貧民屈されていた。それが産業革命です。インダストリアルレボリューション。農民が土地を奪われて貧民屈が果たした。その時にジョン・ウェシエという人が宗教運動をして炭鉱の交付、貧民専門に伝道した。ジョン・ウェシエ、このジョン・ウェシエの宗教運動は炭鉱交付を最初に伝道した。英国は石炭の所に多いところで、このハイランドのスコットランドのハイランドの海岸線に並行して炭鉱の鉱脈がずっと並んでる。ウズカイが作った教会、ジョン・ウェスの教会の最初はこのブスル湾の入り口にあるブスルという町です。そこに今でも教会があります。私言ってましたが、ジョン・ウェスレーがマンノで伝道している姿を大きな直後にして残してある。第二番目のウェスレーの教会は、スコットランドとイングランドの境目にあるタイムという川にあるニューカッスルというところに伝道、教会を作った。ニューカッスル・オン・タイム。炭鉱です。この炭鉱の交付であった有名なスティーブンソンが1825年に初めて汽車を発明して、ロコモティーブ、あの機関車を、ロンドンにも許可する。それでウェスレーはこの三角形の地点に
おる炭鉱労働階級を専門でとした。ところが困ったことには、農民はだん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 資本家に土地取られた。それでも困っちゃった農民が、メソル協会に訴えてきた。それでメソル協会の東インドの伝道団の、ラーフレスという人が、さっき申しましたが、グループを作って、農民に初めて団体作れ。で、農民組に考えた。それが1836年頃。それに刺激されたのが炭鉱労働会議。初めて炭鉱労働組を作った。農民組合から刺激されて炭鉱労働組を作った。そうすると金持ちがびっくりしちゃって、まずその東新都の伝道師であるラブレスを捕まえて、その同志6人捕まえて6年間懲役にした。これ有名な英国労働組合誌を読んでください。The Martyrs of Trade Unions of England と書いてある。で、面白いのは英国では、いまだに労働組合で、聖書研究団があるんです。これはもう、アメリカにもありません。この、ホノルルでもありません。労働組合に聖書研究団がありません。賃金値上げ専門。とも英国ではちゃんといまだに、もともとメス町会の組パイ運動から労働組合が始まったからして、労働組合に接種権がある。それで、その連中がストライキしたら負けないんです。二度かいでストライキするんだから、神さんこのストライキ勝ちますように。どうして、労働組合強いですよ、イギリスの労働組合。それで、最初の労働組合の指導者はケア・ハーディ、アーサー・ヘンドソン、ランズベリーって、戦争中、諸国大臣だったが、戦争前、諸国大臣だったけども、俺は戦争嫌だ。俺は伝道師になるって言って、大臣辞めちゃった。総大臣になれるの辞めちゃって、そして死んじゃった。これを俺らも考えちゃうってんだって、あまり機械労働が激しくなって、共産党が進んでいったもんだからして、ローマ法をもう考えた末、パリの町では、司祭、ローマン家族のプリストが100人志願して、工場に入って、労働組合の中に志願して入って、労働組合を精神的に指導しているんです。まだ、米国ではそれだけの組織ができとらん。米国は一番増えてるんです。その点は。英国は、エピスコパチャーチのプリストが専門に、リード。英国の真ん中にリードってのがある、ここに。このリードとか。鉄鋼所があるところ、リード。リードの刃物。包丁、ナイフは世界一ですが。リードでは、成功場の牧師さんが専門に労働組合に入っている。我々も負けに来たって日本では炭鉱労働に、服部團十郎さんが入っております。服部さん。この人偉い人で、炭鉱の労働者の一番嫌うのはダイナマイト運ぶ。バーンバカが死んでしまうから。僕さ、お願いしながらダイナマイト運ぶし。そうすると信用を得ちゃって、服部さんのやってるのは古川炭鉱の1万5千人集まってる九州の福岡県の大野川炭鉱です。そこで教会作ってるんです。炭鉱の交付が大勢集まります。日本の九州はもうだんだん石炭掘り尽くしちゃって、今海の底掘ってるんです。海の底。松島炭鉱、先の炭鉱、私、お通し行ったらば、240人決心した、炭鉱の交付が。それで、福永君という炭鉱の交付が、川先生、連絡させてくれ。ほんで私は、去年、佐世保協会の
田中織夫先生と共同して私は三菱炭鉱から土地を変えて300坪変えて今教会作ってます。そして炭鉱の甲府さんの富岳が主管になってやってるんです。隣の三井炭鉱のやっぱり1万5000人おる大島炭鉱って言うんです。ウルソコって言うの今そこにも120人ばかり同士ができた。まあそういう話では気になりませんが、私は炭鉱の古風専門に回るんです。どうと、それは上司が炭鉱の古風専門に出るために炭鉱を一番たくさん掘ってるウェルスが、この、みんな揃ってウェルスになっちゃって、今、英国のイングランドでは、かえってウェルスの運動が鈍いんです。ここは成功か。ウェルスは人口350万あるが、8割5分はメソッド。そして面白いのは、3年前に総選挙があったんです。衆議院、英国衆議院は620人代表があるんですけれども、半分以上労働党が占領して、今は負けておりますけれども、その320人の労働党の代表のうち半分以上200人ぐらいの苦しき市民で、そのうちの85人がメソッド人です。メソッド人、主に炭鉱労働階級、貿易労働階級、その連中は聖書を研究する連中です。共産党は100人立候補したけども、100人党みんな負けちゃったんです。全部落選。100人立候補して1人だけ2000票ぐらい取ったけど、あとは大抵5票とか6票しか票取らない。5票っていうのは多分自分が選挙したで、自分サイ君が1票、サイ君のお父さんお母さんが2票、自分のお母さんが1票、合計5票です。保証金取られた。それで100人立候補して共産党1人も当選した。メス協会は炭鉱の間から85人も出てくる。わしはもう感心したんです。つまり、キリストの福音を労働組合、協同組合に翻訳しておる。これは、ホノルルでも、ハワイでも、米国でも、もう少しこの、ベンディクトのような気持ち、労働というものにクリスト精神が流行っちゃう。エスキ書第3の中、建設的な。こういうふうに考えてみると、わかりましょう。これを組織的にもっぺん、愛の、分解してます。すなわち共産組合時代は熱情を持って協同組合の共産組合の愛を実行したんです。熱情的、熱情的。キリスト運動も少し熱がないから、熱が教会行ってももう一人あんた祈ってちょうだい、私やめとく。ひゃかーい、まるでアイスボックスになる。そういう感じだ。自分のためになくても人のためにはあるじゃん。朝鮮のために、ドイツのために、ロシアの共産党が合衆するのに祈っても構わんですな。いや、ロシアの方はもうみんな死んでしまえということを言う必要ないです。合衆する祈っても構わん、必ず聞かれるに決まったんだから。その次のベネディクトの運動時代は、これは意思です。労働をする、そういう堅固ない労働意欲の意思が強い。やはり労働をして苦労をして人に尽くすという愛がいるんです。あなた考えますよ、働くの嫌ですけどもって言うんじゃ困る。
次はベルナードの教育運動です。知恵です、知恵。やはりこの知恵を働かさんと本当はいならない。それがまたフランス運動だった熱を持っている。フランス運動熱を持っている。フランス運動もう一遍繰り返して今度は前より肺が広いです。そしてまたそれが聖書的な意志になる。自由の欲求と戦争しないという大きな社会愛にこう意志が拡大していく。だん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 拡大していく。聖書的な自由と愛の運動になる。でこれはまた人道主義の大きい運動になって保守的な運動になり、宣教師が世界に広まっていって、アメリカからでも2万7000人宣教していった。そしてそれが今度はウェスレーの運動になっちゃって、産業組合にいわゆる組合的な運動になってきた。一方では共産主義がシャニムニに唯物論を唱える。結局愛というものは人格の完成、人格、感情、意志、知恵、思慮を根本とする人格的な完成をもって天の神様の子供としての世界平等、博愛、自由、一致という大きな神の国の愛の歴史が歴史を貫いて繰り返されているんです。だんだんただそれは拡大する。だん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 。おお、原子爆弾によって一日のうちにアメリカの1億5000万を殺すだけの発明したけれども、1億5000万を1回発明を回すとは。おいは、しかしながらイエス・キリストのこの大きな愛のほかに全人類を作り直す工夫ないと知っておりますか。私は社会科学の立場から1500年間間違っております。この愛のほかに日本を救い、東洋を救い、世界を救う道はないと思っているんです。祈りましょう。父なる神様、あなたはエスキリストを十字架につけ、この十字架の運動を通して世界を救うべきことをお示しくださいましたが、心を鈍き我々は尊いキリストの血が理解できませんで、我々の血脈にキリストの血をいただき、その肉を食らって立ち上がって世界を救うべき使命を鈍らせます。これにあくまでこの世における兄弟姉妹の一人人が興味、彼らに十字架を皆アメリカを救い、東洋を救い、世界を救う熱量を与え、勤労精神を与え、精霊の知恵を与えたまことを、清めを与えたまことを主イエスキリストでお願いいたします。アーメン。アーメン。